口利きのおかげ？なんだかやけにすんなり通されたけど。今にわかるさ。賊を懐に招き入れて自ら仕留める。叔父はそういう人だ。貴様か、老いの名を語る不届き者は。残念だったな、クライブはとうに死んだ。愚かな賊めが、今すぐその首かっ切ってやる。貴様、何の真似だ。この我こそは聖騎士グランダル・キャメロット。聖女シビルが使徒。遠からん者は音に聞け、近くは寄って、目にも見よ。マドゥ、邪悪なる呪術師よ、神聖なる誓いのもとに貴様の首をもらい受ける。今々しき聖女シビル、死してなお我に盾つくというのか。よかろう、我が呪術の力をもって天井より奈落の底へと引きずり下ろしてくれる。さすがおじさん、魔導役はあなたが一番だ。ハハハハ、クライブ、わしの甥っ子が生きておったぞ。聖女と使徒、お前はいつもあの場面ばかりやって、そのせいでわしはいつも悪役よ。お願いがあって参りました。ラザフォード、食事の支度だ。急いでな、最大級のもてなしを。おじさん。クライブ、お前とは積もる話もあるんだ。飯と酒がなくては始まらんだろうが。ほれ、座れ。ラザフォード、急ぐんだぞ。お前たちも粛清の跡を目にしたのか。彼女のアナベラの凶行は今に始まったことではない。ここ最近はひどくなる一方だ。あれの振る舞いは常軌を逸している。もう人ではない、まるで獣だよ。獣。わしも一応はこのポートイゾルデを治める身だ。表だって立てつくことはできなかった。裏でウェイドたちを支援するのが精一杯でな。ウェイド教からおじさんのことを伺いました。危ない橋を渡って来られたと。あれから20年余り、兄上の志したロザリア公国はもう存在しない。そのことが残念でならないよ、クライブ。さてさて、ドレイクブレスへ向かう船が必要なんだったな。
払う身を超えるために支度をせねばならん。大急ぎで用意させるとしよう。信じてくださるんですか、これまでの話を。マザークリスタルか、はあ、突拍子もなくて信じる方がどうかしとる。だがクライブが話したことは真実だ、それは間違いない。ならば叔父として可愛い甥に力を貸すさ。なぜ真実と。お前には嘘をつく時の癖があるからな。そうかい。そうかもね。老いの名誉のためだ。どうかこれからも気づかんふりをしてやってくれ。それでもまだ信じられん。お前があの滞在人シロだったとは。アリシヒの好青年も今ではすっかり悪党か。ならわしも今日から悪党の一員ということだ。さてドイツをぶん殴ってやろうか。ラザフォード、武器の用意も急げよ。血がたぎるわい。頼むぞ。こんなところにいたのか。いい船だ。これならおそらく3日もあればドレイクブレスにたどり着ける。どうかしたのか。獣。鉄王国に囚われていた時、奴らの言われるがままに戦った。従うしかなかったわ。命令に逆らえば必ず誰かが殺されたから。だから私は人形になった。命の重みなんて知らない。ただの人形なんだって自分に言い聞かせた。何度も。何も考えなくて済むように、何も感じなくて済むように。そしたらいつの間にか当たり前のように人を殺していたわ。私こそただの獣だったのよ。チル。私は人でありたいの、クライブ。あなたといたいから。自分の意志で歩む道を選んでいきたい。そのために私はやり残したことを、自分の過去に決着をつけなきゃならない。俺が支える。俺が辛い時君がそうしてくれたように。ありがとうクライブ。その時にはきっと、今度こそ人として生きていけると思う。だが決して無茶はしないでほしい。一度戻るとしよう。船が用意できるまでまだしばらく時間がある。